こちらがリュウグウノツカイ。体長4メートル5センチの大きな魚で、白っぽい銀色の体が神秘的です。今朝7時ごろ、室戸市の高岡漁港の沖合およそ2キロに仕掛けた定置網にかかっているのを漁師が見つけ、室戸廃校水族館に持ち込みました。実は室戸廃校水族館には昨日も定置網にかかった体長3メートル70センチのリュウグウノツカイが持ち込まれたそうで、これには若槻館長もびっくりです。小さいリュウグウノツカイは何回か見たことあるんですけれども、これだけのサイズが2日連続でというのはちょっと驚きでした。リュウグウノツカイは生態が十分に解明されていない非常に珍しい深海魚です。水族館では今後1体を骨格標本に、もう1体は傷みが少ないためそのままの状態で公開し、来館者が写真を撮ったり触れ合ったりできる機会を作りたいとしています。